It is a very, while it is about a real event in history, 実際に史実に基づく and real scientific findings, 実際にあった科学的発見というものに基づいていますが、I would say it's very much a non-naturalistic play. いわゆる自然主義な戯曲とはちょっと違うと感じています。And it's, I think, very poetic in its structure. とても詩的な表現があるし、構造も結構詩的ですね。And language. 言語ももちろんとても詩的です。And therefore, I think, will become accessible to an audience. だからこそ、お客様もつながりやすいような作品になるんじゃないかなと思ってます。And it's unique because そしてとっても the lead, Yuka, one lone woman, 一人、こう一点ですね。As Rosalind was in her lab.自分の研究所の中でこう言ってんですか surrounded by five other men. 5人の男性に囲まれた生活を送っていたわけです。And it's about, でこの作品はもちろんその盗むということも出てきますね。についてでもあります。And the race, そして競争。To search for the meaning of life, その命の秘密っていうものを本当に文字通り命の秘密を探るための競争ですね。So there's a lot of suspense. なのでそういう意味ではサスペンスもとっても多い作品です。And twists and turns, I think. そしてあの物語も思わぬ方向に行ったりですね。And it's also a memory play. それと同時に回想劇でもあります。私にとっては初めての舞台ということもありますが、サラナに出会えたことも、この本に出会えたことも、何かのタイミングと何かの縁と運だと思っているので、運命だと思っているので、その答え、なぜ今私がロザリンドという役をやるのかっていう答えを私も知りたいし、この戯曲をみんなで作り上げていくっていう今の理由も知りたい。きっと何か意味があると思います。書き始めるまで サラナの家におそらく10回ぐらい通ってニューヨークですね、私ニューヨーク在住なんですが、で、一語一句こうミーティングを重ねて、このフレーズはどんな意味を含むか、そういったリズム、あと演出家の意図ですね、それを全部話し合った結果の、翻訳となります。なので、機械的に訳したのではなく、演出と あと役者のしゃべる、言葉のクオリティですね、とあとリズム、あと詩的な部分、叙情的な部分、そういった部分を非常に気を使って翻訳しました。初舞台ということを考え出すと、そこに落ちてしまいそうなので、あまり初舞台ということを考えるよりも、みんなでどういう作品が作れるのかっていう方向に頭を切り替えてます。なので自分としては初舞台だからとか、初舞台なんて言うんでしょう、そういう今もちろん意気込みありますが、その意気込みはどちらかというと、みんなで作品を作りたいという意気込みの方が強いです。なのでただただ体に気をつけて、体調とあの体力それだけ維持して、いいカンパニー、とにかくいい作品にしたいと思ってます。家でやっぱり台本を読んでる、テーブルの上に置いてあった台本がみんなでリーディングすることによって、ガバッとむくっと起き上がって立体化しだしたっていう、なんて言うんでしょう、本当にうわ台本が起き上がっちゃったって思うのがすごい素直な感想で、それはやっぱりみんなで声に出してみて本を読んでみないとわからないですか。でそれがお稽古に入る、リハに入る前の段階でできたことがすごく貴重な時間だったんですね。だから今からお稽古に入るまで、起き上がってない台本をこうやって移動するよりも、もう起き上がってる台本を自分で学んでいけばいいので、すごくなんか、なんて言うんでしょう、吸収しやすいところまで来てくれたっていうか、それはすごく感じました。だからすごい貴重な時間です。あとみんなともコミュニケーションを取れたし、科学っていうのがありますけど、そこを、きっかけとした本当に人間のドラマだっていう、人間と
面白いな、多分見てて思い入ってもらえると思う、その人って。本当にいろんな発見があると思うので、ぜひ、ラッシュ・ミュー・スタッフに来ていただきたいと思います。